平林初之助少年探偵呉田博士と余一第一夜お父さん今日は何か変わったことがあったかいまた六つになる子供がさらわれちゃったよこれで去年から三度目だお前なんかも用心せんと危ないよ 今日さらわれたのは、お前が行ってる学校の正門の筋向かいの文房具屋の子供なんだよ。バカにしていら僕なんかもう中学の3年じゃないか。もう2ヶ月も経ったら4年で、来年は高等学校へ入るんじゃないか。だけれども、本当にあの文房具屋の子供がさらわれちゃったのかいあの子はクちゃんと言ってね。かわいい子だったよ。本当だとも。 明日の新聞にはまた大きくなるよ係の者は今頃まだてんたこまいで忙しがっている自分だやっぱり警察じゃまだ分からんのだね警官なんて皆デクのボばっかりだね今度で3度目じゃないか同じ町内で同じような事件が3度も起こっているのにそれで目星がつかんなんて僕もちっと犯罪学の勉強でもして警察に教えてやりたいな 歯がやくってしょうがないものところが今度は犯人は分かってるんだよまだ捕まらないが明日までには捕まるに決まっているんだへえそりゃ偉いね犯人は誰だっていうのあの文房具屋から4軒目のところにそうだお前の学校の物理学教室の真ん向かいにあたるところだあそこに大きなお屋敷があるだろう うん、あるあるあれはクレタ博士の家だねこないだ学校でお話を聞いたことがあるよ不良少年の話よねなかなか偉い先生だよ今不良少年を一人養って看過しているんだってねその不良少年がやっぱり今日行方不明になったって言うんだよそれでてっきりそいつがあの子供を誘拐したんだと 警察では目星をつけけたわけなんだよそういえば今日物理の時間が始まる前にねその不良少年らしい男がれた博士の家から走って出て行ったのを見たものがあるんだよほらいつか家へ遊びに来た志村君ねあの男がそう言っていたよえそれは大変なことを聞いたねで、ね、その不良少年は 文房具屋の子供を連れて出て行ったんかいところがそうじゃないんだよ一人で走って行ったって志村君は言ってたよそれにれた先生のところの女中さんが後ろから見ていたと言っていたよ何博士の家の女中さんが見ていたんだってそんなはずはない博士の家からいつの間にかその男が歌人の目を盗んで失踪したって届け出があったんだもの だって、志村くんはそう言っていたよ。女中さんがね、門のところから半分顔を出してね、その男が見えなくなるまで見送っていたと言っていたよ。それに、その男も二度三度後ろを振り向いたが、女中さんは別に止めた様子もなかったと言ったよ。それで志村くんは、何か博士のうちでその男を使いにやったのだろうと思った、なんて言っていたよ。僕はよく覚えているよ。 妙だなそれは何時頃だい物理の時間が11時に始まるんだから11時少し前だねそりゃそうだ文房具屋の子供がいなくなったのは9時前だったあそこのおかみさんが言ってたからね博士の家の不良少年もきっとその頃に家でしたに違いないよそれに第一、文房具屋の子供を連れていかなかったってのが変だ 女中が見ていたなんていうのはなおさらありえないこった僕は知らないよただ志村くんがそう言ってたと言っただけなんだ東京の外堀に沿った通りのみすぼらしい住宅の中で親子3人が晩の食前に向かってこんな話をしていました父親はバツバツ警察署へ勤務している巡査部長です息子は三角三角中学の3年で 九条で頭抜けた仲裁として注目されている少年であります。母親はお給仕をしながら父氏のお話を聞いては時々笑っています。見たところ貧しいけれど平和な家庭らしく、親子はまるでお友達同士のような親しみを持って、毎晩のようにこんな調子で議論を戦わしては笑っているのでした。 第二夜その翌日のちょうど同じ時刻であります前の晩と同じように3人の親子は三方から小さな茶ぶ台を囲んで豚鍋をつついていました父親は晩酌のチョコを下に置いて得意に満ちた面持ちで言いましたところでな余一夕べの犯人はとうとう昨夜のうちに捕まったぞ 警察も偉いもんだろ呉田さんところの不良少年かいそしてすっかり白状したのもちろん白状したさでロクちゃんは帰ってきたのところがあの子供がまだ行方不明なんだ何でも飯田橋のところで洋服を着たおじさんが来てどこかへ連れて行ってしまったというのだ それでマゴマゴしているところを署の刑事に捕まったのさその不良少年はそれからどうしたのひとまず尋問した上でクレタさんのところへ送り届けたのさクレタさんのとこじゃすっかり恐縮してお詫びを言ってたよあの子も先生にひどく叱られてビクビク者で謝っていたがかわいそうな気がしたねおかしいね あの先生の教育法はどんな悪いことをしても絶対に叱らんという主義だと言ってたがだってお前よその子供を連れ出して見知らぬ人にさらわれてしまったのだもの文房具屋の親子に対してすまんじゃないかそれもそうだけどまったくろくちゃんの親たちはかわいそうだなかわいそうといえば去年の秋 やっぱり3つになる赤ん坊をさらわれた市ヶ谷のブリキ屋さんはとうとうそれがもとで気が変になったということだし去年の春誕生を迎えたばかりの赤ん坊をさらわれた魚町のタバコ屋さんだって商売もできなくなって店をしまったっていうじゃないか警察では今度の犯人も同じ人間だと睨んでいるんだがね 飯田橋であの不良少年の手から子供をさらっていった男の人相は分かっているのそれがどうもはっきりしないのだよれた先生のうちにいる子供は不良少年というよりも低能児と言った方がよいかもしれんということだね背が高かったというかと思うとよく覚えていないと言ってみたりひげを生やしていると言ったり生やしていなかったと言ってみたり 何が何やらさっぱり要領を得んのだだがそういうことはこれまでに何べんもあったと博士は言っておられるのでいくら問いただしてみても無駄らしいんだただ分かっているのは38区の洋服を着た男ということだけなんだよ38区なんていうのはおかしいね僕にだって大人の年はよくわからないのにあの子供は低能児だって言うじゃないか 低能児に38区なんて正確な年齢がわかるのは変だねでもその点は何度繰り返して問うてみてもはっきりと答えるからまさかでたらめじゃなかろうということなんだその点だけはっきり答えるからこそ変だと僕なら考えるね父親はいつの間にかチョコを伏せてご飯の箸を動かしています余一はもう食事を済まして火鉢に寄りかかり 火箸で灰の中に何やら書いては消しながら話し続けているのですねえお父さん僕も今日はだいぶ勉強したよ今日は機械や物理の勉強じゃなくてお父さんの本を読んでみたよ先月の法医学雑誌にはクレタ博士の論文も載っていたね「本能と教育」ってね随分面白かったよ僕はあれから 今度の事件について一つヒントを得たんだがなうんそんなに面白かったかなお父さんは実はまだ読んでいないんだよあの中にフラウンホーファー博士の実験だったね幼い子供を絶対的に放任して少しも教育を与えず他人に接触させることすらしないでおいたらその子供がどうなるかという実験の報告が載っているよ それによるとねある男児は毎日茶碗に飯を入れてそばに箸を添えておいてやると生後3年と9ヶ月目に初めて誰も教えないのに箸を取って茶碗の中の飯を書き込むことを覚えたと書いてあるよそのところが特に僕には面白かったね外国にはいろいろな研究をしている人があるねそこへ行くと日本の学者はダメだ ねえお父さん今度の事件では警察がまた思い違いをしていると僕は思うんだ今度の事件のみならず去年から今度で引き続き3回まで起こった幼児の行方不明事件の真相が僕には大方分かったような気がするんだがね僕は探偵してもいいかしらその道の玄人が大勢かかってわからんことがお前などに分かってたまるもんかまっ 危ない仕事には手を出さん方がいいね。ところがちっとも危ないことなんぞありゃしないんだ。だけど明日もう少し調べてみることがあるからそれを済まして明日の晩までにはきっと犯人を警察へ自首させてみせるよ。つまらないことはよした方がいいね。まったくだよ。僕は賭けをしてもいいね。じゃあお父さんこうしよう。もし明日中に 僕が犯人を自首させたら僕が探偵になることを許してくれるともし明日中に犯人が自首しなかったら僕は今後一切その方面には口を出さずにお父さんの勧めるとおり放火の試験を受けると親子の間にはこの無邪気な賭けは成立したようであります台所では母親が食器を洗うことが聞こえてきます 父親はいつしか肘枕でうたた寝した様子であります夜は静かにふけてゆきました第三夜第三の晩やはり同じ時刻のことであります玄関の格子戸をからからと開けいつになく元気よく帰ってきた父親は 靴の紐を解かないうちに、よいちと呼びました。包みきれぬ喜びと驚きとが、その顔にあふれています。どうしてわかったのだい。あんまり意外で、わしはたまげてしまったよ。賭けは僕の勝ちだったね。じゃあ約束通り、僕を探偵にしてくれるね、お父さん。まあ、仕方がないね。父親は、 洋服を着物に着替えながら赤立っています。母親は洋服を畳みながら二人のお話を熱心に聞き入っています。まあ、本当にヨイチがそんな悪人に自白させたんですか？本当の旦んじゃないよ。今日からお父さんはすっかりもう公産だ。とにかく訳を話してくれ。訳だって簡単ですよ。と。 満面に包みきれぬ得意の笑みを浮かべながら余市は語り出しましたクレタ博士の論文を読んだ時僕はこれは変だと思ったんだフラウンホーファーといえば西洋人に決まっているでしょう西洋人が西洋人の子どもについて実験するのにごはんだの箸だのはおかしいと思ったんだことによるとこれはクレタ博士自身の実験じゃないかと僕は考えついたんですそれから 不良少年が家出をした時刻とロクちゃんが行方不明になった時刻と2時間も違っていることや博士の家の女中が不良少年の出て行く後ろ姿を見ていたということしかも昨日になって不良少年の申し立てが曖昧であったこと特に洋服を着た38区の男に子供をさらわれたということを頑強に申し立てている点を十分に疑ってみたんだよ。それに、 去年の事件も合わせて3度とも子供が行方不明になったのは博士邸を中心にして23丁以内の間で起こった出来事なのだからその点も疑ってみる価値があると思ったのそれでもまだ昨日は確信がなかったから今日は朝早く起きていろいろなことを調べてみたよまずはじめに博士の家へ出入りする擁木機にいろいろ尋ねてみるといろいろな食料品があのうちへ 家族の割合に余分に入っていることが分かったんだよことに昨日から博士邸へ配達する牛乳が2合増えたことが分かった時は飛び上がるほど嬉しかったよそれから出入りのくず屋に聞いてみると博士邸のゴミ箱の中からいつもおもちゃの壊れたのが出てくるというんだ子どものないうちに壊れたおもちゃがあるのは妙じゃないのそれからね 今日学校でフラウンホーファーという教育家がいるかって先生に聞いたらね先生はそういう物理学者はあるが教育家はないと調べて教えてくれたよそれで僕はすっかり自信ができたので学校から帰るとすぐに博士の屋敷へ行ったんだ父親と母親とは両方から余ちの顔を見つめながら熱心に我が子の口から出る 驚くべきき物語に聞き入っていました博士はすっかり白状してししてままいましたよ博士は絶対に放任状態に置かれたる児童の本能の発達状態を実験的に研究するために前後3人の幼児を誘拐してそれを防音装置を施した室内に1人ずつ入れて食べ物と被膚類とその他の必要品だけを与えて それ以外には絶対不干渉で実験を進めていたのだそうですよ衛星の方は十分に行き届いていたので3人とも健康に育っていたそうだがね今日はめいめい警察の手を通して両親に引き渡すと言っているからもう引き渡しは済んだろうねみんな喜んで泣きながら引き取っていったよところで今度の文房具屋のクちゃんはあまり近所だったものだから 万一怪しまれてはいけないと思って不良少年に言い含めてあんな狂言をしたのだそうだがねそれが元で発覚したものも天罰だねいくら学問のためだって他人の愛児を犠牲にするなんて許すべからざるこったからねなんでもあの不良少年に38区の洋服を着た男に子供をさらわれたって答えろと博士が言いつけたんだそうだが 僕はお父さんからそのことを聞いた時からもう博士の家を疑ってたんだでもまさか博士自身が犯人だとは思わなかったが悪いことはできないもんだね両親は我が子の明快な推理に今更のように顔を見合わせて驚きましたこれが近年新聞紙上で騒がしく宣伝された 少年素人探偵浅田余一君が探偵としての最初の巧妙話であります「道君は今では立派な事務所を持って大勢の部下を使って活躍していることは諸君のすでにご存知のことであろうと思います」